おはようございます。今日のしゃべるぜのコーナー。私はですね、なんか YouTube を始めるまでこう英語に触れるような生活をしてなくて、まあ海外の友達もいないし、あと海外旅行もしないし、パスポートも持ってないし、なのでこう最近になって YouTube のコメントとかでよく英語をもらうようになって、英語に触れるようになったんですけども、花吹雪のコメントで皆さんなんかプリティーグッドとか言ってくれて、これプリティーグッドってこのプリティーが副詞で、まあ、強めるような副詞で、まあすごいいいじゃんとかいう意味だと思うんですけども、その日本語だとなんかプリティーって可愛いっていう意味でしか知らなくて、だからみんなプリティーグッド、プリティーグッド、私のこと可愛い可愛い言うてくれたはんなってこう勝手に勘違いしてて、最近になって別に誰もそんなこと言ってなかったっていうのを気づいてですね、あ、すげえ恥ずかしいと思ったわけです。皆さんは語学の勉強大変ですか？私は知恵熱が出そう。ではごきげんよう。グッバイ。